おはようございます。つれつれ団です。今日は天気に恵まれたので久しぶりに釣りに行こうと思います。で、どんぐり船長は、ちょっと用事のため行けないということなんで、久々にこのネオで行こうと思います。これはですね、3ヶ月、4ヶ月ぐらい動かしてないんで、ちゃんと動くか心配ですけど、まあ、とりあえずエンジンはかかったので行ってみようと思います。よし、まあ、やってみようか。よし、おいじゃあ、まずは久しぶりに釣りということでタイラバやってみます。なんか潮が止まってあんまり釣れてないみたいですね。先に来た仲間からの情報では。まあ今日はね、この船を久しぶりに動かすということがメインの目的で、まあ魚は釣れればいいかなって感じですね。まあでも一匹は釣りたいな。来た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 。うまい。合わせられない、細すぎて。はい、予想通り。坊主回避。坊主回避と言っていいんでしょうか。この子です。まあ、こんな釣れない日は釣れてもこんなもんでしょう。はい、さよなら。いや、見事坊主回避しましたよ。持って帰れる獲物じゃなかったですけど、まあ何でも釣れたら楽しいです。波が出て釣りにくいですね、これ。骨が揺れて。釣れるんならね、頑張るんですけどね。釣れもしないのに、この揺れる中頑張るのは、ちょっとしんどいですね。まだ帰ってブロッコリーの収穫とかもあるんで、もうちょっとやって帰ろうと思います。